こんにちは。ゆっくりマリサです。こんにちは。ゆっくり霊夢です。久しぶりの K 級だけど、何かお題はあるの？何もない。だから今 K 級を走る主要な電車を登場させ、いろんな色がまあ綺麗だし、歴史のあるやつ山橋梁をじっくり記録した。やつ山って高架工事でなくなっちゃうものね。まあ、そんなところで。ゆっくりしていてね。いきなりの5300系が出てきたね。この5320編成しか残っていなくて、あと2、3ヶ月と言われ続けまだ運用に入っていた。5500系の SR 無線設置完了に合わせて、営業運転を離脱するのが、今年の2月末で実際そのようになった。京急を走る白い電車がなくなるのもちょっと寂しいかな？最近は1000系、2000系、800系と立て続けになくなっちゃって、ちょっと面白くない。みんな味があった赤い電車だったね。そうだな。5320編成が朝羽田空港に行くので、ちょっと早起きしてやってきたのが、八ツ山鉄橋だよ。都営浅草線のホームドアの工事用部品の運搬に使っているんだって。その工事が終われば完全に5320編成は、廃車みたいだよ。そうなんだ。それで、その工事が終わるのはいつなんだい？年末みたいなんだけど。引退記念切符の発売だけで、特に何もセレモニーはやらないみたいだな。ひっそりと言っちゃったね。夏になると車内に虫がいっぱいいるとか揶揄された北総シーライナーだね。私はたまに遭遇するけど、虫でひどい目に遭ったことはないよ。でもカメムシとかいたらすぐ降りちゃうけどな。飛行のホテルで窓にカメムシがびっしりいた時は霊夢は失神したよ。ひどい目に遭ったんだな。西武線と間違えちゃう、東急の黄色の線形。西武線は東急と相互乗り入れできるまでに失せしたね。昔沿線に住んでいたけど、あの西武線が横浜まで行けるとはな。あ、かわいいね。隅っこ暮らしだ。京急は独自の道を行くネガティブでシュールなところが、隅っこ暮らしに合っていると言いたいのかもな。視聴者様から教えてもらったけど、青赤の補色だからとても合うんだって。あ、DD51 の赤と北斗星のブルーがマッチするという件だったな。外国人がびっくりする京急の連結作業ね。もっと接近が早い時もあったぜ。まあ、一日に何回もあるから珍しくないけど、たまに見ちゃうのよね。都心でこんな連結作業が頻繁にあるのは京急だけだと思うけど。地上ホームになった時はどうなるのかな？京急だから変わらないと思うぜ。こんな感じで接近してくる。ちょっと怖い。ショックがないところがプロの仕事ね。一番早い海徳岬口行きだよ。塗装じゃなくて、フィルム貼ったボディね。最近色あせてるんじゃない？私もそうじゃないかと思っている。この辺りだとまだスピード乗っていないね。都営の5500系、シートが硬いんだよ。京急の車両じゃないものね。八ツ山に戻ってブルーの600系。昭和に製造されたんだ。いろいろ改修工事はあったろうけど。今は1500系が京急で最古参のグループと言われているな。交代車両を狙っているファンも多いみたい。霊夢にはよくわからないけど。違う日にもう1カット。こちらは2100系の方の、京急ブルースカイトレインだな。フードアなんだよね。私に最も縁がない京急電車が2100系だよ。羽田空港の方にはなかなか行かないから、遭遇しないのかも。
以前は品川駅が混雑しているから、橋の上で待機していることがしょっちゅうだったんだよ。いや、最近でも同じだよ。あ、そうなんだ。西日が当たるやつ山鉄橋と京急は迫力あるな。日が絶妙にかかるタイミングを測るといい写真撮れるよ。品川から羽田空港までとか、品川から成田空港の安さが京急の最大のメリットだわ。でも羽田空港だと何も考えずに京急乗ると困ることになる人が多いから、その点はちょっとな。横浜行きたいのに品川に行っちゃうし、東京行きたいのに印西牧野原って何？そういうことでしょ。そう。それでは、あれだけ楽しませてくれた、ドレミファインバータの最後の編成で締めたいと思う。1033F 編成ね。令和3年7月20日が最後だったんだ。感染症の影響もあって、静かな見送りだった。昨年、品川の1番線のターミナルで撮り鉄がひんちくかったりしたけど、皆さん、ルールを守って楽しく写真を撮りましょうね。あれは一体何だったのか霊夢は未だにわからないよ。なんか回想？とかみたいだけど私にも謎だ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録ぜひぜひお願いします。